悪徳 YouTuber をぶっ壊す。はいどうも、水木庵です。柴田さん、坂口杏里さん、ご結婚おめでとうございます。いやー、びっくりしましたよ。こんな茶番を仕掛けたにもかかわらず、ネットでそこまで話題にならなくて、まあ、つい先日ね、坂口杏里さんが、パクられた時、ニュースにがっつりね本名が出てましたけど、婚姻届にこう書かれていたのは坂口杏里という芸名だったじゃないですか。そりゃ役所にね婚姻届を出しても通るわけがなく、コメント欄でめちゃめちゃ指摘されてましたね。でその後ね、まあ、柴田さんが真面目なご報告かっこ結婚のという、まあ、動画を上げていて、で必死にねこう弁明していましたけど、まあネタの着地点はねちゃんと、まあ、準備してあるのかなって、まあめちゃめちゃねちょっと心配していますよ。まあ僕の予想だと、まあ、次の動画で、アンリと、離婚しましたっていう動画か、それか嘘だよっていう動画、まあどっちかをね上げるのかなって思ってますけど、まあ柴田さんのことだからすっげーねこうキテレツなねオチをまあ準備してくれてるんじゃないかなって、まあ、僕はまあちょっとね思ってます。まあこれはまあ別にね、まあ、AV 女優とかをまあ差別するわけではなくて、まあ坂口杏里さんの AV、まあ、僕もね見ましたよ。まあちょっとねその動画、まあちょっと感想の方をまあちょっと上げさせてもらったこともあるんですけど、まあ、正直ちょっとさ乳首のところがまあディグダってるよね。ポケモンのディグダにしかちょっと見えなかったのと、あとはちょっとねお尻のねブツブツがちょっと汚い。だから、まあ、柴田さんね、まあ、坂口杏里さんともし結婚してもじゃ性欲湧くのかなってね。やっぱりさ、まあ、結婚したらさ、まあ、大半の女性ってやっぱ子供が欲しいってなるじゃない。そんな時に、まあ、ちょっとやっぱさお尻のさちょっとブツブツ見たらちょっと立つのかなっていうところがさ、まあ、ちょっと心配になってしまいますよね。まあそのやっぱコメント欄のね、まあコメント欄というか柴田さんの動画の方を見たんだけど、やっぱりね高評価だった。すごく評価が高かった。で、まあ、再造っていうねこうマスコミもね、まあ、マスコミとか再造というネットニュースも、まあその柴田さんと坂口杏里さんの、まあその結婚報告、まあかっこネタね、不発だよねみたいなことを挙げてたけど、まあ、正直まあ不発でしたね。まあ柴田さんもねやりすぎたんだよ。そういうもうリスナーを欺いて釣って炎上しようみたいなやり方で、まあ、坂口杏里もさ、まあ、正直、まあ、そういう手法じゃない。まあ今まで、まあ、AV 出たりとかで、あと、まあ、風俗デビューしたりとかで、あとまあホストと、まあ、揉めたりとかで、まあ、青汁王子から、まあ、100万円もらいましたみたいなさ、まあ、頑張って頑張ってなんか炎上しようとしてるけど、もうその炎上商法っていうのももうなんか、まあ、飽きられてんじゃないかなって、まあ、いうところがあるよね。まあやっぱりだから柴田さんとね、まあ、坂口杏里さんの、まあ、結婚、これまあ本当ならば俺はおめでたいと思ってるんだけど、まあでも俺はね、まあ、今までのまあ柴田さん見てるともうなんかネタにしか見えない。だからもう柴田さんも完全ね、まあ狼少年として、見られてるっていうことなのよ。だからもうだから柴田さんのまあ動画、まあ、見ている人であったりとかでもネット民なんか、え本当マジでおめでたいじゃんっていう空気じゃなくて、まあどうせまたいつも次のね嘘だよとか、あとはまあそのね、ネタでしたみたいな、冗談でしたみたいな、まあそういう動画が上がることをもうね思ってるところがあると思うの。やっぱりそれよりもね俺びっくりしたのが、
道端アンジェリカがね、まあ恐喝の疑いで書類送検されたってことにびっくりしたよ。でさ、まあ道端アンジェリカの、まあ、旦那さんのキムさんっていう人がいるんだけど、まあその人がね、道端アンジェリカさんと、そう、元彼だったかな、がなんか飲食店かどっかでイチャイ、路上か飲食店でイチャイチャしてるところを目撃して、おい何お前うちの嫁にこうなんか手出そうとしてんだよおらっつって、でまあお金をね、まあ脅し取ったみたいな。でそれでまあ逮捕されちゃったんだけど、まあ道端アンジェリカさんもその場にいたということで、まあ恐喝の疑いがあるんじゃないかと、まあ共犯じゃないかという疑いがかけられて、で書類送検をね、まあされたらしいの。でまあ道端アンジェリカさん自身はまあそのね、ホームページかどっかで、まあ自分はまあ無実ですと、何もしていませんと、でもまあご迷惑をかけてしまったことは申し訳ありませんっていう、まあ動画をまあ上げていたのね。まあやっぱりね、まあ道端アンジェリカさん最近ね、まあそのインフルエンサー、まあすなわちまああんまもうテレビでもう見なくなったじゃない。まあだからどちらかというとさ、まあ SNS とかにまあ企業のまあ商品とか上げて、まあそれでね、がっぽりまあお金出たところあると思うんだけど、まあそのビジネスももうね、なんかもう崩壊すんのかなって言う気しかしないよね。だからまあさ、あのこの間もさ、あの木下ゆきなさんがさ、まあタピオカ、自分のお姉ちゃんがその働いてたさ、まあタピオカ屋さんにこう迷惑をかけて、でそれでまあ炎上してたじゃないですか。であれでね、木下まあゆきなさん、まあ CM ね、なんか1本外されたんじゃないかっていう、まあ噂もね、ネットにこう流れてたけど、やっぱりね、まあその芸能人がインフルエンサービジネスやるのってイメージ商売だからさ、そうだからね、まあしゃあないっちゃしゃあないところがあるよね。だからまあそのなんだろうな、元ヤンキッスみたいなさ、元のなんかそのやばいなんかさ、ちょっとキッスみたいなのをこうやってこう隠して、で芸能界でブレイクして、でその後にまあ上手にこう結婚してさ、でもあのその後にさ、まあいい感じのイメージでこう売っていくんだけど、やっぱりね、まあ本性っていうのはこういう時にこう出るんだなっていう話ですよ。やっぱりね、何よりもね、やっぱビジネスってこう信用っていうのがね、すごく大事なんだなって。でまあチュートリアルのお得意さんもね、まあ所得隠しというかいうことで、まあその1億2000万だったっけ、でまあそれでね、あの追徴課税みたいなのがね、まあ来てましたけど3000万ぐらい来てて、でまあこれに関してもさ、まあチュートリアルのお得意さんね、びっくりしたのが3年間ほどね未申告だったらしいよ。いや未申告だったらね、そりゃね目つけられますよ。だってあんなこうテレビにこうバン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 出ててさ、でなおかつまあ仕事もガン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 やってるような人間がさ、申告しなかった時期があるんでしょ。そりゃねもうアウトですよ、アウト、絶対目つけられますよ。まあね、僕ら YouTuber もね、まあほとんどの人も確定申告やってると思うんだけど、まあ確定申告ってほんとね大変だからね。だからまあそれをね、まあごまかしてしまったっていうのは、まあそれはもう完全にねアウトな話で、まあこれに関してはね、まあ詰められてもしょうがないよねっていうことですよ。だからまあね、チュートリアルの、まあ、徳井さんにしても、まあ、道端アンジェリカさんにしても、木下ゆきなさんにしても、柴田さんにしても、やっぱりそのね、一度ついてしまったイメージっていうのはなかなかね、あの剥がれ落ちることはできないわけですよ。だから柴田さんがいくらね、いや坂口安里さんと結婚することになりましたね、皆さんお祝いしてくださいって言ったとしても、もうすでに柴田さんの動画のスタンス、もうあれがまさに狼少年になっちゃってるから、だから素直に、だからお祝いすることが、まあ、できないわけですよ。だから僕はまあね、どうせネタとかね、どうせ、嘘で言うっていうのがオチだからね、まあ僕は最初から言っとく。うん。まあ柴田さん、もし本当だったらおめでとうございます。でも、ね、僕は 99.9%、もうこれ 100% と言っても過言ではないけど、これはもう嘘だというふうに、思っています。はい。まあてなわけで、本日の動画、もしいいと思う方は高評価と、チャンネル登録をお願いします。
以上、みずにゃんでした。本日の動画ご視聴いただきありがとうございました。柴田さん、ネタだったら早いうちに、キテレツなオチ持っていった方がいいと思いますよ。それでは、以上みずにゃんでした。じゃあね。